ニャオハガー。 S&Y 工房。こんにちは、チョロスケです。焼きメロンです。今回買ってきたものはこちら、充電式エアダスター家庭用かっこ本体のみ家庭用。早速開封していこう。オープン。まずは取扱説明書から。中身は安定の全ページ英語。イラストがあるからなんとなくわかるし、最悪翻訳に頼るからオッケー。付属品は、蛇腹のホース。何に使うんだ？なんかスーとかかね？続いてはこちらの、チューブ。蛇腹ホースより使い道がわからない。続いてはこの、アタッチメントかな？内側がこの形状ってことは、やはりさっきの蛇腹とセットのものか。あ、もう一個付けられそうなアタッチメントあった。これでワンセットか。あとノズルの先がたくさん。この辺は後で紹介しようかな。お待ちかね、メインの本体はこちら。なんていうか、色味といいなんといい、完全にマキタのパク。知ってはないの。この後ろの部分は取れるっぽい。ここの切り替えスイッチ的なのは、インパクトだったら晴天、逆転が切り替わるスイッチなんだけど、このエアダスターだとロックになってるみたいだね。スイッチの表記的には逆転っぽいのにね。これのアタッチメントをどうやって取り付けるのかちょっと試してみよう。多分このまま付ければいい感じ？で、外すときは、本体側の取り付けたところを押し込んでノズルをねじれば外せると、威力が気になるところだけど、その前にノズルとかの紹介から。このノズルの2つは、先ほどの謎チューブとセットのやつだったみたい。差し込む位置は決まってる。これでワンセットらしい。そしてこうして、本体が入らないところにも活用できるみたいな感じかな？続いてはこちら。拡散タイプっぽいノズル。広範囲のもの吹き飛ばすようかな。横から見るとこんな感じ。次はこちらの、細くて穴が開いているタイプのノズル。これは何用なんだろうか。吹き飛ばす系ではなさそう。続いてはこちらの、これは、先端細いけど周りも穴が開いてるから狭いところ用じゃなさそうだし、風が拡散するし、全くわからん。続いてはこちらの、ちょい太めノズル。ざっくり吹き飛ばすにはもってこいの形をしてる。次は先ほどのノズルよりちょっと細めのタイプ。普通に掃除するならこれが一番ベストな形かな？一番それっぽい形だもんね。そしたらこちらの細ノズルを使用して本体をいろいろ検証していこうか。早速どれくらいの風量なのかとかいろいろと計測していこう。計測で使うバッテリーなんだけど、こちらの、以前動画で修理した、というか、マキタ仕様に改造したダイソン。こちらのバッテリーはマキタ純正ではないんだけど、マキタの互換性があるバッテリーなので、マキタバッテリーが使えるこちらのダイソンは問題なく動くよ。バッチリ充電してあるこちらのバッテリーをちょいと拝借。今回検証するこのエアダスターはマキタのバッテリーで動くタイプらしいので、マキタに使える互換バッテリーを使う。こんな感じで使えるよ。で、普通に使ってるのを見るだけじゃ威力とかさっぱりわからないので、どれくらいの風量があるのか。こちらのニャオハたちを使ってまずは見た感じの強さを確認。面積的に横向きの方がいいかな。これがまず倒せるかどうかだね。比較用にこちらの、缶タイプのエアダスターも用意。こちらは新品のものを用意したよ。早速拭いてみ。二ついたままだった。今度こそ。ふむ、瞬間的には強いみたいだけどすぐに威力が弱まる感じ？にゃろうて飲み倒せた。もう一度並べ直して今度はバッテリー式エアダスターで。いざ。お。おう。く、マスカーニャ手ごわい。さすが最終進化系。このノズルつけてると威力が弱まってる気がするんだよね。このノズルを外すと、ノズルがついてる時より風が強い気がするんだよね。一旦外した状態で試してみよう。おわー。全部飛んでっちゃった。
だいぶ威力変わるみたいね。後で拾っておかなきゃ。音はそれなりに大きいんだよね。なのでこういうものも用意してみました。ポータブル騒音計。喋ってる声拾っちゃってるから一旦静かにして、実際音を出してみてどんなもんか測っていこう。それでは、だいたい98デシベルくらい。電車が通るガード下とかうるさい工場内くらいだそうで、割とうるさめかも。次はノズルなしで、いざ。だいたい89デシベルくらいかな。犬の鳴き声とかと同じくらい。細ノズルつけると10デシベルくらい上がる。今度は風速も測ってみるよ。まずは缶タイプのエアダスターから。一番強くて28メートルかな。もう一度。だいたい10メートルってとこかな。缶だと吹いてる間に冷えちゃってすぐに威力が落ちちゃうね。2回目の時の威力だいぶ落ちてたもんね。対する充電式エアダスターの風速は？カメラ越しだからうまく景気に当たらない。だいたい風速22メートルか、結構強いんだね。次はノズルなしで行ってみよう。さっきにゃおは一行を吹っ飛ばしたから結構強いはず。行くぜ。やっぱりノズルない方が威力強い。風速40メートルとか行く。ノズルがあった方が狙ったところに風を当てられるからいいんだけど、威力が弱まっちゃうのはなんでなんだろうか。そういう原理とかわからないから知ってる人いたら教えてほしい。威力が上がるし、使う用途によっては外した方が全然いいかもね。音の大きさや威力がわかったところで、今度はいろんなアタッチメントを使ってできることをやってみよう。それではここにあるしばらく置いといていたパソコンのホコリを吹き飛ばしてみよう。ゲホゲホ。すっごいホコリ舞う。なんかこの PC に覚えが。そんなことないよ。決して Twitter の企画用になんかしてないんだからね。ふむ、こびりついてるのは飛ばないけど、ある程度のやつならほぼほぼ飛ばせるみたいだね。次はこの蛇腹ホースでできることをやってみよう。こちらの蛇腹ホース。本体後ろ側のここ。ここに繋げて布団圧縮袋の空気抜きとかできるみたい。なるほど、ここにぴったりはまりそう。早速つけてみよう。と思ったのに。この部分めっちゃ硬くて全然外れない。パチ、的なものなので作りがちょっとね。やっと取れた。動かしてる間に割とホコリが。この部屋ホコリっぽいんだな。ようやく外せたのでここにアタッチメントをはめて吸い込むモードに。はめて。作りが悪くてアタッチメントの方もはまらん。よっしゃはまった。なんか不格好。反対側なんだけど、これに何をつければいいんだろうか。これだけじゃなんか違うっぽいんだよね。圧縮袋に使うなら、見た目的にこれなんだけど、先端につかない。かといって先ほどのアタッチメント外した状態だと、すっかすか。わからなすぎたので説明書読んできました。アタッチメントがついた状態でこちらの太ノズルを装着。その上から先ほどのカップみたいなノズルをつけると、これでノズルの完成。これを試すために、ダイソーで圧縮袋を買ってきたよ。サイズは洋服とか入れられるそんなに大きくないもの。こちらはダイソンなどの円形とは違う。凸型ノズルのものも対応しているタイプらしい。思ってたよりでかい。生贄はこの前メロンがくれた。ピカピカボックスに入ってたニャオハクッションで。これを圧縮袋にイン。撮影してるのが iPhone SE3 だから広角撮れなくて画面がいっぱいいっぱい。誰か iPhone 13くれないかな。プレゼント待ってます。空気が入らないようしっかり閉めて。準備完了。
それじゃあ早速空気を抜いてみよう。どれくらいかかるか時間計っておこう。多分これが限界かな？こんなもんだね。弁を閉めて。しっかりペソペソになるくらいまで空気抜けるね。手先とかに持ってくにはちょうどいいかも。持ってくとき、持って帰るときに圧縮した状態で持ち運びができるからね。続いてはこちらの用途が不明だった細ノズル。これは空気入れに使うノズルだったみたい。これをこちらの車中泊の時とかに使うようで持ってる足元に置くクッション。隣にいるメロンパンがよく使ってるやつ。これがどれくらいの速さで膨らませられるかチェック。思ったより楽ちんかも。これならメロンでも簡単に膨らませられるから今度から自分でやってね。おうよ。でも確かに私でもこれなら簡単だ。だいたい20秒ちょいで完全に膨らませられたね。これくらい早いと楽だし時短になっていいや。というわけで一通り検証したわけだけど、5500円っていうお値段だったけど思いのほか使える。バッテリーがついてないのがちょっと残念だけど、すでにバッテリー持ってるなら結構使い勝手いいかもしれない。夜中であんまり大きな音出せないなら缶の方がいいかもだけど、日中で使うなら威力的に今回のエアダスターの方がいいかな？安くてある程度吹き飛ばせればいいやーならこれで十分だと思うよ。本体とアタッチメント各種がついてて5500円。膨らませたり吹き飛ばしたり空気抜くのもできるから。レジャーシーズンとかに結構活躍するかも。マキタ互換性バッテリーで動くから結構便利だよね。個人的にはマキタのエアダスター使いたいけど。いかんせんチョロたち貧乏なのでこれが限界。他にもこんな商品があるから試してみてよ、みたいなものがあったらぜひコメントで教えてね。そんなわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴。ありがとうございました。